霊園。霊園は、歴史学、社会学における技術的、法学的意味での封建制度を指す用語、治業制と訳されることもある。封建法によって規定された風主と風神の関係を言うだけではなく、法度における採掘権や伐採権も指す。神聖ローマでは、郵便が皇帝の体験レガールであるか正規をまたいで議論されたが、 否定する立場では、郵便も霊園とみなされて、両方郵便を認めることになる。霊園制は8.9世紀頃、フランク王国で成立し、10世紀から13世紀の間に最盛期を迎えたと考えられている。霊園制的関係は近代になると急速に衰退したとされるが、18.19世紀になっても、その残死と思われる法的関係は観察することができる。また、 霊園は日本使用語の治療と非常に類似しているが、官職霊園などを治療の範疇で捉えることはし、6世紀、メロビング朝のフランク王国において、すでに自由身分の人間が国王などの領主身分と保護から服従の関係を結んでいる。このような場合、風神は自由身分を維持しつつ風主に対する服従的関係に入った。これは、 ゲルマン古来の伝統に由来すると思われる重視制度より強固な法的関係であったと考えられている。なぜなら8世紀のフランクの古文書が挙げる。このような託信契約にはゲルマン従来の重視的な結合関係以外に移植などの物質的欠乏の保護を目的とした関係が紛れ込んでいるかである。誠実先生などを伴い重視性的要素の強い風神制度と 物質的な要素の強い恩球制度が結びついたのが、全体としての霊園性であると考えられている。競技の、そして当時使われていた、本来の意味での、霊園は、このような恩球制度の目的物、中んづく土地を指す言葉である。カロリング長になると、辺境白や白などの世俗的な感触も霊園で、あるとみなすことが、一般的となった。 これはもちろん白が一定の領地と結びついているために自然と恩給として意識れたということもできる。このことによって霊園が単なる土地に付随する物質的利益にとどまらず一定の政治的身分や権力関係が含まれることになった。これをもって官食の霊園性を国家権力の私物化とみなす見方も存在するが基本的に官食霊園は霊園法によって 国家権力の統括下にあったのであり、その限りにおいて政治的身分や権力関係が生じていたのであるため、国家から独立して領主権力が存在したというようなことは霊園性的関係から導き出すことはできない。後には、教会組織にも霊園が浸透し、ドイツ内の主要な司教、修道院長などの任命も霊園性的な色彩が強くなった。 霊園法的な帝国組織が完成されたのが、シュタウフェン朝の時代である。国王は、帝国内のすべての権力に対し、霊園的な関係を、確一的に主張した。国王は、風神にならないということが明確に規定され、諸権力は国王を頂点とし、階層的に編成されたピラミッドの中で定められた、位置を占めることとなった。この霊園的関係を確実なものとするため、 10世紀頃から国王権力の有力な対抗勢力となっていた部族対抗を解体させ新たに霊園法的身分としての領域対抗が創設されたこれらの領域対抗は部族的関係とは無関係に純粋な官職霊園と規定されたと考えられている正解諸公は釈により俗界諸公は旗によって受風された1356年には カール4世の金印勅書によって選定綱領に限ってではあるが、相続において霊園が不分割とされることが規定された。相続による霊園の分割によって霊園法上の関係がしばしば動揺したからである。とはいえその他の諸公の間で霊園の調子相続が一般化するのはずっと後のことであった。近代になると霊園法は両方国家の拡大に使用された。 霊園関係を設定することによって周辺の諸侯と関係を結ぶことができ、軍事的な協力や対象諸侯に相続者の不在が生じたば霊園法に従ってその領土を獲得することができたからである。こうして獲得された領土は風主のもとに留められることは稀で大抵の場合過信に再受風された。このような霊園性的関係は 中性的な国家の本質部分の多くを担っていることは明らかであるが、決して霊園法的関係だけが中世国家を規定していたのではない。ドイツで行われた国王選挙や選定校の身分的根拠、領域対抗以前の部族対抗の地位は霊園法からは説明されない。封建制度的国家の革新の一つであるとは言えるが、霊園制が封建制度のすべてであるわけではない。 霊園制はドイツから始まって、フランスやイギリス、イベリア半島に広まり、十字軍活動を通じて、近東の十字軍国家でも、ここではすでに本来の強固な意味を失って、犠牲的にではあるが行われた。また第四回十字軍によって成立した、ラテン帝国の残存諸侯を、ビザンツ帝国が復従させた時も霊園制に、基づいた契約が行われたと考えられている。 ベスト・ファーレン条約により、新生ローマ帝国内に霊園を獲得したスウェーデン、バルト帝国が帝国議会に席を占めるようになった歴史は、現代の国際関係にも影響している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。